はい、よろしくお願いします。これは菊ですね。それから赤い花は千日紅であります。まず発表項目でございますけれども、土曜日にですね、ブルーエコノミー駿河湾国際ラウンドテーブルが開催されました。マリンオープンイノベーション機構、いわゆるマオイ機構が主催いたしまして、清水の、市内で、清水区でブルーエコノミー駿河湾国際ラウンドテーブルというのが開催されたわけでございますが、このラウンドテーブルはマオイ機構の研究所長の五條堀隆先生が議長をお務めになって、そうそうたるメンバーが揃われました。内外のメンバーが揃って、中には笹川平和財団の砂目敦理事長、東海大学海洋研究所長の平朝彦先生、また海洋研究機構機構長の山田博之先生をはじめ、国内外の有識者により、海と人が共に暮らしを未来につなぐための今我々の課題は何かと、現状の認識とともに、これからの夢を合わせて語っていただきました。会議では NTT あるいは NPO 法人なども来られまして、 NTT のは副社長が来られて、この方はもう半分学者でございますけれども、大変啓発的なお話も伺いました。こうした産業界、さらにまた民間団体の方たちもご理事になり、県内の高校生も来られまして、海中の環境保全活動、清掃活動ですね、こうしたことについて、立派な方たちの前で立派な報告をいたしまして、さらにまた、アメリカの上院議員の方もお祝いのビデオメッセージを寄せられたり、海外の先進的な取り組みも紹介されて、実に充実した興味深い内容でございました。私はもう初めから最後まで、席を立たずに、夢中になって聞いていたものでございますが、会議の最後に政府のリーダーシップに期待する取り組みとして、日本がモデルとしてデジタル田園都市国家構想の海洋版を発信するべきであると、でそして世界に日本のリーダーシップを発揮すること、さらにまた国のリーダーシップのプラットフォームとなる組織、例えば仮称ですけど海の未来会議を想定したらはどうかと、かですね、そうしたことが盛り込まれまして、それを提言として取りまとめて、駿河湾スマートオーシャン議員連盟会長の本件の上川陽子衆議院議員に手渡されました。で、上川議員の方からは提言を大変重く受け止めています、政府にしっかりお伝えしてアクションにつなげていきたいというように明言されました。このラウンドテーブルの開催をきっかけに、駿河湾を要する本県が海洋産業の振興と海洋環境の保全を両立させる、いわゆるブルーエコノミー、持続可能な海洋経済の世界的な拠点になることを期待しております。続きまして、これもいい報告でございますが、令和4年度の移住者数、移住相談件数が判明いたしました。令和4年度、22年度に県及び市町の移住支援等を受けた本県への移住者数は前年度を上回る2634名となりました。前年度が1986名でございましたが、766人の増加であります。移住相談件数も優に1万件を超えまして、13496件となりまして、いずれも過去最高を更新いたしました。さらに興味深いことに、世帯主の年代を見ますと、前年度と同様、30代前後、すなわち20代から40代の若い世帯が8割を超えております。市町別では、浜松市、静岡市を筆頭に、東京圏へのアクセスの良い県東部地域へのテレワークを活用して移住する方が、引き続き多い結果となっております。また、35市町のうち18の市町で、過去最高を記録いたしました。県では平成27年度、2015年度から、市町地域団体等と連携いたしまして、東京圏等の在住者の本県への移住促進に取り組んでおりますが、
東京有楽町の静岡移住相談センターを中心に移住検討者に寄り添った相談対応やセミナー、また移住フェアの開催と年間を通して各種施策を推進しているところであります。こうした取り組みとか、また各地域でのきめ細かな支援の成果が移住者数の増加、また移住希望地ランキング3年連続1位といった結果として現れてきていると認識しております。今後も本県が将来にわたって活力が維持される地域となりますように、官民一体となりまして移住促進に取り組んでまいります。続きまして、我らが誇るグランシップでありますが、このグランシップの官庁の課題についてであります。現在グランシップの官庁で静岡県文化財団副理事長の石塚正隆さんが本年5月31日をもって退任されることとなりました。石塚官庁には平成26年の就任以来9年間にわたりグランシップの運営に携わっていただきました。石塚さんは東海旅客鉄道株式会社 JR 東海の副社長、また日本放送協会 NHK の秘書室特別次官などの要職を歴任されて、その手腕を生かしてグランシップの企画事業をはじめとする文化事業への助言あるいは情報発信、施設経営に対して熱心にご指導をいただきました。本県の文化力の向上に貢献していただいたこと、心から感謝をしております。そして次期官庁にはスパック静岡県舞台芸術センター芸術総監督の宮城聡さんが内定いたしました。正式には6月1日に静岡県文化財団理事長が任命することとなります。宮城さんはご案内のとおりスパック芸術総監督でありまして、それとの兼任になります。世界的な演出家でありそこで活躍されている宮城さんには企画事業や運営に対する助言をもとよりグランシップの顔として情報発信を担っていただくことを期待しております。グランシップの本県文化の拠点としての価値の向上に寄与していただけるように、と期待をしているものでございます。最後の発表項目でございますが、第27回伊豆文学賞の作品募集を開始いたします。デジタルサイネージをご覧ください。あ、なかなかいいですね。これ誰が作ったんですか？これは静岡デザイン専門学校の学生に。あ、学生さん。ああ、そうですか。これペンですもんね。そうですね。あ、いやいやいや、あ、なるほど。県と県教育委員会及び伊豆文学フェスティバル実行委員会では、文学の地として、まあ、内外に知られている伊豆地域をはじめとする本県の魅力を全国に発信するために、1997年、平成9年からですね、毎年伊豆文学賞を開催してまいりました。本文学賞は直木賞を受賞された今村翔吾さんも過去の受賞者に名を連ねて、いられます。まさに歴史ある文学賞として認められているものであります。本年も第27回目の募集を5月から開始いたしました。募集は2部門に分かれております。小説、随筆、紀行文の部門は最優秀賞の賞金は100万円であります。応募締め切りが令和5年、今年の10月1日まででございます。小編部門、これは短い、作品でありますけれども、その短い作品部門、小編部門では最優秀賞の賞金は5万円でございまして、こちらの方の応募締め切りは今年令和5年の9月17日までとなっております。このチラシは、そうか、ここに書いてございますが、静岡デザイン専門学校の学生さんによるデザインでございました。伊豆と文学を強く印象づける仕上がりになっているのはご覧の通りであります。次のデジタルサイネージをご覧ください。この文学賞は東アジア文化都市2023静岡県主催事業としておりまして、さらに文学賞と合わせて伊豆文学を世界に向けて広く発信していくために、秋にはイベントやスパックによる伊豆の踊り子の演劇を内容とする伊豆文学祭を開催することといたしております。多くの皆様からの応募をお待ちいたします。
私の方からの発表項目は以上であります。はい、今月から幹事産経新聞でございます。産経新聞の青山でございます。よろしくお願いします。ただ今 の冒頭 の発表の内容につきまして幹事社から1点だけ質問させていただこうと思います。移住、はい、3年連続で1位になるような、2600名以上の方が移住されたということでありますけれども、便利なところとか、まあ、東京に近いところとかが中心であるというお話もございましたが、まあ、人口減少等々で、苦労しているのは意外と過疎地であったりとかそれ以外の地域であることが多いような気がするのですが、この現状の移住の状況を、まあ、どのように評価というかご覧になっていらっしゃるか、この辺をちょっとお伺いしたいと思います。はい、まあ、テレワークを行っている世帯主という観点で見ますと、この全体で226人なんですけども、226人のうち一番多いのが東部地域136名ですね。それから加茂地域も10名いらっしゃいます。中部地域61名、西部地域は14名と、まあ、したがって一番首都圏に近い、三島を中心にした東部ですね、ここにテレワークを活用して移住する人が多いと。まあ、ただし、それは移住者数2634名の1割にも満たないところでありますが、まだ就業状況が可能な世帯主も1180人ということでですね、移住者数の、まあ、半分以下しか分からないということでもございますが、まあ、ともあれ世帯主が30代前後ということで、まあ、明らかに子育て世代ということで、お子様を育てながら、まあ、自分自身も首都圏と、まあ、この景色やまた食べ物がおいしい、まあ、体を動かせると、まあ、子どもにとっていい生活環境というのが多分ですね、移住の背景にある動機かなというふうに見ております。そういう意味では傾向としては、まあ、便利なところが多いものの、悪い感じではない。そうですね、まあ、どういう形でこの都内とフェイストゥフェイスでの仕事をされるかと、まあ、一つにはもちろん新幹線で、もう一つはやはり高架道路と高速道路ということもございますので、まあ、両方でですねアクセスのいいところっていうのがおそらく移住を決められたときに、まあ、それからまた買い物はどうか、病院はどうか、せっかく子どもの学校はどうかと、いうこともきっとあると思いますけれども、まあ、東部地域もこのところますます充実してきておりますので、そのあたり、まあ、例えば有名なところではトヨタさんがウープンシティをそのにお作りになるとか、まあ、それからオリパラの会場に、その富士スピードウェイが選ばれて世界的に大変人気が出たとかもございますし、また中央大自動車道も、それから伊豆五湖道路ですね、東側のこれもできてですね、甲府地域に行くにもいいとか、まあ、そういう地理的なまた社会インフラ等が評価されているかなと。まあ、ですからおっしゃるように、必ずしもですね便利なところだけじゃないんじゃないかと。まあ、例えば大山町はたくさんの企業が出てきておられます。で、まあ、ここは交通の便としては必ずしもいいとは言いませんけども、まあ、新東名が開通いたしますとすごく便利になるところでもありますしね、そうした意味でこれ個別にこう分析しなくちゃいけませんけども、まあ、全体として加茂地域にまで来られているということもございますのでですね、さまざまな動機の人たちがそれぞれ選択肢をたくさん持てる本県への移住をされているんじゃないかと思っております。ありがとうございます。そうしましたら、知事の冒頭発言と今の質問等につきましての各社のご質問をお願いいたします。質問ある方どうぞ。
しましたら、幹事社の質問に、入らせていただこうと思います。2点ございますけど、1点目、東アジア文化都市についてです。東アジア文化都市の地域連携プログラムの募集がスタートしましたけれども、このプログラムの採択基準に、地域に開かれた取り組みであったりとか、地域への波及効果があることということが盛り込まれております。まずはこのプログラムに対するその期待とかですね、効果とか、もし終わりになるようであれば目標みたいなものを改めてお伺いできればと。はい、いいご質問ありがとうございます。まず狙いですけれども、この地域連携プログラムの募集は民間レベルの事業を助成しようと、いうことでございまして、東アジア文化都市というのは、一種のブランドで、あります。このブランドを生かして、県内全域でさまざまな民間レベルの事業がこの展開されるようにということがございまして、この多彩な民間の事業を県内全域で裾野を広げるということで、東アジア文化都市の知名度をですね、さらに上げていきたいということがございます。それからこの効果でございますけれども、東アジア文化都市に認定されていることを契機に、民間団体が自ら活動されている地域の魅力を再認識したり、国内外に発信することで、まず自信を持っていただくとか、誇りを持っていただくとか、でそれが地域の活性化であるとか、地域の豊かさの醸成につながるという効果を期待したいということであります。それからまた全体としての期待でありますけれども、東アジアをはじめ、海外との交流と、これは東アジアが一応念頭に置かれているプロジェクトが東アジア文化都市ですけれども、この海外との交流を含めた事業に取り組んでほしいと、でそれを通じてですね、民間レベルでの国際交流が促進され、東アジア地域全体の平和づくりに貢献することになればという期待を持っております。はい、ありがとうございました。今の質問と回答について何かご質問があれば各社お願いできればと思います。大丈夫ですか。少しことを補いますと、今何か大きく平和などというふうに言いましたけれども、これはですね、ちゃんと理由のあることでございます。東アジア文化都市は今年で10年目で、一つの区切りを迎えておりますが、認知度が極めて低いと。でどうしてそうなのかというのは、これまでの9つの自治体でなされたのが、ひょっとするとですね、いわゆる補助金が文化庁から出て、それで、それぞれの地域の、文化事業の拡大とか、地域自慢をするとかということに偏ってた嫌いがあります。つまり広がりを欠いていたと。しかしながら、もともとの遠源はヨーロッパの文化首都運動です。でこのヨーロッパの文化首都運動というのは、EU がやってるわけですけれども、 EU はその前が EC、 その前は EC、その前はいわゆる石炭鉄鋼共同体で、もともとのきっかけは、これはご案内の通り、ドイツとフランスとの間での公共地帯の資源をめぐっての争いがこれまでありましたので、それをもう今日はやめようということがきっかけでありますから、平和づくりなんですね。その結果、経済共同体、また政治的な一体感が進みまして、議会もできました。でそして政治経済で一体化が進んでいるので、文化はどうかということで、ヨーロピアンキャピタルオブカルチャーという、ヨーロッパの文化首都というのを、ヨーロッパの言ってみれば文化の原点、ギリシャローマのギリシャのアテネから1985年に文化首都運動として始まりました。ですからまさにキャピタルなんですね。でそしてそれは文化を通じて平和なヨーロッパを作っていこうという基本的な目標があります。ですからユネスコであるとか、あるいは平和の祭典であるオリンピックとかですね、それと目的を同一のものだと理解すべきものであります。でそれを東アジアに10年前にそれぞれの国の
文科大臣にあたる方が同意をして始まったものでありますから、それだと我々もですね、東アジア、まあ、いろんなこの争いの火種がございますので、まあ、そうしたものをこの東アジア文化都市の試みを通じて一つでもなくしていって、平和なこの東アジア地域を作っていくと、まあ、いうことが目的でございますので、まあ、目標は大きいといいますか、そういう理想をですね、やはり忘れないようにしたいと、お国自慢のいわゆる静岡自慢をですね、ただただするということではなくて、静岡がたまたま日本の文化の顔に認定されたので、それを通して、特に富士山の存在が認定された根拠の一つとして大きいわけですが、万民の山でありますから、この世界文化遺産としての、こうした富士山の持っている価値をですね、信仰の対象、文化の源泉、芸術の源泉ということでございますので、まあ、そうした形で、民間レベルでも、振ってですね、ご活躍いただければというふうに思っております。ありがとうございます。今の部分についてはいかがでしょうか。質問があればと思いますが、大丈夫そうですね。そうしましたら次の質問に入らせていただこうと思います。今月4日から新型コロナ感染症が、まあ、感染症法上の位置づけでいきますと5類と、普通の季節性のインフルエンザと同じということになりましたが、これによっていろいろ従前と同じような経営環境とか経済環境とか生活環境に戻るということになるわけですけれども、まあ、コロナ禍により大きな打撃を受けてしまった観光とか飲食業、この辺につきましては今後大いに復興していくことが期待されると、はい、でこれは知事もこの前そのようなお話がちょっとございました。一方で、全国旅行支援といったその支援策は縮小が見込まれています。民間の調査等々では客数が増加している、これはそういうことが確認されておるようでありますけれども、一方でコスト増が重くのしかかることが、これは原油高であるとかエネルギー関係が高い、それから資材が高い、こういうものがあることから業況の回復は容易ではないという観測もありますと。今後 その飲食業等々の復興に向けた支援というのは、十分でしょうか、あるいは新たな支援策の必要性などはあるのでしょうか、この辺についてちょっと。はい、これも重要なご質問でございまして、まず観光業と飲食業でこのそれぞれ分けて、まあ、現状、それから今後の支援策というのを申し上げたいと思いますが、観光業につきましては本県の日本人延べ宿泊者数は令和5年2月にはコロナ前の令和元年同月比で 93.4% となりまして、本県観光地では活気が取り戻される状況になっていると。一方、今後全国旅行支援の縮小が見込まれております。コロナの5類移行による行動制限の緩和で高まった旅行需要を着実に軌道に乗せる取り組みが必要であるという考えのもとに、この6月から、本県独自の体験型アクティビティ割引事業を開始、いたします。中身は例えばパラグライダー、あるいはマリンスポーツ、あるいはフォレストアドベンチャー、そば打ち体験、海釣り、いちご狩り、陶芸体験、等々でございます。これらを開始いたしまして、夏休み前の需要喚起を行うとともに旅行消費額の増加につなげてまいりたいと、それから団体旅行需要をかさ上げしたいというそういう考えもございます。これは回復が遅れておりまして、その底上げを図るために今こそ静岡元気旅バス旅行促進キャンペーンと名打ちまして、貸し切りバスを使った団体旅行を促進するための支援制度を設けます。バス代助成を行っておりまして、国内外からのいわゆる教育旅行を誘致したいということで、これを強化してまいりたいと思っております。続きまして、飲食業につきましては業界団体の調査によりますと、今年3月の売上高は昨年同月比で2割近く増加し、コロナ前の2019年3月の水準に回復しております。一方、
青山さんご指摘の通り、原材料仕入れあるいは光熱費、人件費等のコストが上昇しておりまして、十分な利益が確保できない状況であるという認識を持っております。このため、こうした経営課題を克服するために、新しい事業展開や挑戦に取り組む飲食業などの中小企業者を各種補助金で後押しをしております。合わせて、これは重要なことでございますが、コロナ禍で実施した実質無利子・無担保融資の返済が本格化いたします。こうした中、事業者の方々が返済に行き詰まることのないよう、すでに昨年の10月から借り換えに利用可能な県制度融資の限度額を引き上げるとともに、今年に入りまして、この1月からは融資にかかる売上高の要件を緩和しております。また、事業者の負担軽減のために、無利子期間終了後の融資利率を金融機関の同意の下でではありますけれども、引き下げ可能というふうにしております。全体としまして、本県の観光、また飲食業は、地域経済の大変重要な担い手でございます。本格的な回復に向けた動きをより確かなものとするために、引き続き地域の皆様の声に耳を傾けながら、観光飲食業の復興に全力を挙げて取り組んでまいりたいと考えております。はい、ありがとうございます。今のご質問とご回答について、各社から質問ございますでしょうか。大丈夫そうですかね。そうしましたら、それ以外の、質問に移りさせて、移らさせていただこうと思います。各社質問がございましたらば、よろしくお願いできればと思います。はい、5月12日の記者会見で、前もって、きちっと調整してほしかったという意見を述べられました。確かに、ごもっともなところでありまして、JR 東海の方に発出したその文書を 前日の木曜日ですけれども、12日か金曜日ですね、その木曜日の夕刻に、山梨県庁の方に送ったと、いうことでございまして、そうすると、自由に調整をすると、両県などで調整するという時間は実質ないに等しいですよね、そのことにご不満であったということで、これは厳重にですね、こういうことのないようにしたいというふうに思っております。ただ、事情を聞きますと、実は今回、JR 東海に発出した文書というのは、新社長になられて、丹羽さんになったということもありますが、前とあまり変わらんということがありまして、ですから、実は1月31日に出した文書と、実質、同内容のものなんですね。ですから、事務局としては、もうすでに山梨県の方に、なんて言いますか、よくご存知の内容というふうに、即断したところがあったみたいですが、いずれにしてもですね、こういう重要案件につきましては、前に約束したわけですね、一緒に調整しましょうということでございますので、十分に調整をする時間を取れるようにしたいというふうに思っております。ありがとうございます。その後、山梨県知事とは何かお話しとかされますか？いいえ、しておりません。もう同日が入りましたからね、今日も月曜日ですから。しておりませんが、まもなくまた、中央4県のサミットもございますし、今回、前日の夕方に来て、そして翌日に、この、自分に報告があるというのとは、これでは困るという、もっともだということで、もうぜひそういうことのないようにしたいというふうに思っています。
あ、まあ、いや、あの別にあのその時とは限らないんですけども、あの機会があればと思いますが、まあ、今回、長崎知事のおっしゃっていることは非常に理由のあることなのでですね、前もってあの調整をする時間を十分取れるように、あの山梨県の方に、こちらの動きをあのお知らせするというふうにしたいと思います。あと1点なんですけれども、山梨県知事がこの前山梨県で出たボーリングで出た水は山梨県の水で、静岡県で出た水は静岡県だと、それが当たり前だと主張されていました。で、知事は以前の会見で山梨県の水が静岡県のものの可能性であるということについては関心があると話されていましたが、現状でこれは今どちらの水なのかという認識はいかがでしょうか。もうこれはまだあの確定されてませんね。まあ、ただあの水というのは、流れるわけでしょう。まあ、ですから漂流水の場合もあるし地下水の場合もあるわけですね。山梨県とこの水の問題で一緒に協力したのが富士川の調査です。富士川に濁水が流れてきてるらしいと、それが桜エビの不良の原因であるということで、まあ、ぜひ調査をさせてほしいと言いましたところ、山梨県側も協議を開いて、それはもう当然のことだということでですね、あの上流と中下流、これはまあ一体伊能が川ですから、まあ、ですからその水の中をあの魚は別に山梨県だ静岡県だということを決めてですね動いてるわけではありませんので、まあ、そうしたことは同じように地下水についても言えるわけですね。で、特にこの山梨県と静岡県の県境は JR 東海さんの調査によりまして、静岡県の中に1キロ余り入っていながらそこは山梨港区というふうに JR 東海さんが命名しているわけです。で、もちろん山梨港区は山梨県内のところは全部山梨港区でありますけれども、あえて静岡県内であるにもかかわらず1キロものこの距離にわたって山梨港区となっている理由はですね、これは JR 東海さんのこの地質調査によりまして、この山梨県から1キロぐらい入ったところあたりから山梨県側にかけて破砕帯があるということが分かっているわけですね。で、そして、そこで、全部ではありませんけどかなりの調査をなさいまして、相当に水がそのボーリングで出てくると、まあ、いうことでですね、そうしたその山梨県側の一時的な調査に基づきまして、この、いわゆる先進ボーリングで掘っていくと、これはあの水抜き工事を兼ねておりますものですから突発湧水もあり得るわけですね。まあ、そうしたことからあの、ここにおいては慎重であっていただければなりません。で、それを今この専門部会で議論していただいておりまして、ですからこの山梨県の水か静岡県の水かというのはですね、例えばあの丸井先生、これ専門部会の先生ですけれども、これはですねあの科学的にあの分かるとおっしゃっておられます。まあ、ですからあの今それをやっておりますので、これについてはですねあの JR 東海さんとしては丹羽社長が科学的工学的な議論を尽くしていきたいというふうにおっしゃっておりますので、工事ありきということではなくて、やはり約束を守っていただくようにしてほしいというふうに思います。で、さらに言えばですね、私も実は今回、森本部長が宇野副社長に宛てた、1月31日とほぼ同趣旨の手紙に加えまして、丹羽社長宛てにですね、改めまして、この間、その去年の暮れあたりからこの静岡県と JR 東海で行っているそのやり取りにつきまして資料を添えて、お手紙を差し上げました。で、それは、昨年のまあ6月に閣議決定、自民党の公約、さらに規制同盟会の決議におきまして、南アルプスの水資源、それから自然環境、この保全というのが明確に謳われているわけですね。まあ、したがって、まあ、これにつきましてあのきっちりとこの前提にした上で、そこの議論を尽くしてですね、
それから控除するべきだと、まあ、いうふうに考えております。すなわち47項目の議論を全部して、解決をするというのがこの国交省の有識者会議の約束事なわけですね。ですからこれがまだ流量に関わる今田代ダムの抑制案のことしかやってません。これも JR 東海さんの私は不手際だと思いますけれども、東電と十分にこの中身を詰めないままですね、この取水抑制案を出して1年以上東電の了解を得られてないということで今日まで来ているわけですね。まあ、こうしたことがございます。その意味にもおきまして、この47項目についてですね、あと水質あるいは盛土、それから生態系、さらに監視の在り方等々はですね、まだまだこれから議論しなくちゃいけないのに、そういう議論をしっかりするという約束を JR 東海は守っていただきたいと。なし崩し的な工事はですね、そういう国家的な要請に対して、国が、あるいは我々が理解していることを、なんて言いますか、逆立てするようなものですから、ぜひそういうことは新社長の下でないように、強いリーダーシップをお取りいただきたいと、これが趣旨です。で、また、近隣の利水関係協議会の方々も、国交省もですね、何をされてるんですかということで、もっと強いリーダーシップを取ってくださいと言われているので、まあ、ありますから、まあ、こうした点はですね、新社長の下で空気が、ね、いい方向に一変するように、まあ、強く期待して私の方も改めて手紙を出したと、まあ、いうことでございました。ありがとうございました。共同通信の永井と申します。今の質問に関連して、先ほど山梨県の長崎知事の定例会見でのご発言で、科学的な根拠に基づいて話をしてほしいという要請があったと思うんですけれども、川勝知事はことあるごとに科学的、語学的な議論の重要性を指摘されていると思うんですが、長崎知事の発言は他県から見て科学的な議論がなされていないというように見えるということではないかと思うんですが、そう見られていることについてどう受け止められるか。そうですね、事務局に、我々が、JR 東海と、ご議論している中身をですね、説明しているはずですから、ぜひ長崎知事さんにおかれましては、我々の事務局から山梨県の事務局に伝えている内容に目を通していただいて、今ご指摘のとおりですね、我々はまさに科学的工学的な議論を専門家を通してやっているわけですね。ですから決して科学的でない議論をですね、のレベルでやってるんではありませんので、それは長崎知事さんの誤解ではないかというふうには私は思っております。伝え方がに工夫がいるなと思ってますね。ありがとうございます。今のに関連してですね、長崎知事は県内における経済活動は法令などのルールに反しない限り最大限自由は尊重されるべきだとの考え方を示したされた上でですね、静岡県に環境面で影響があれば我々の責務で調査はやめてくださいというのが筋だということもおっしゃっているんですが、これに対しては知事はどのように。そうですね、環境面でこの影響が出るこのリスクがあるので、その議論をしているわけですね。ですから生態系の影響、それからまた水質への影響、それから盛り土をした場合のその、安全性の問題、とみんなこれ科学的になされることです。でそれからまたトンネルを掘った時のに必ず水が出ますけれども、その水を戻す方法もこれは工学的な問題ですから、そういう観点でやってるわけですね。でそしてそれらがですね、少なくとも専門部会におきましても、我々関係者にしましても、到底この了解できる状況にはまだなっていないと、いうことですから、すごい不安懸念があるわけです。でこの懸念を
払拭するために専門部会をやっていただいておりますので、科学的にこう議論をして、その結果をですね、尊重してくださればいいと、で今その議論を見守ってほしいと思っております。この不安懸念を、山梨県に伝えてですね、でその上で、長崎知事が言うように山梨からやめてほしいというようなことを言う、そういう手段もあるかと思うんですけど、そういう手段は取らないということ。そうですね、そういうふうにこれは議論して、山梨の長崎知事さんのですね、ご判断に委ねる以外ないんですけども、まあ、一番分かりやすいのは、まあ、例えばですね、国交省が山体崩壊の危険のある地域を全国図示しているわけですね。で特に山体崩壊の危険性があるというふうにして、この濃い赤色に塗っているところがあります。その一つがですね、まさにつば九郎沢のところなんですよ。まあ、そこにこの膨大な、熱海の土石流のですね、あれが 5.5 万立米だったでしょうか、それの60倍、360万立米のですね、盛り土を置くと言ってるわけですね。フォルト盛り土が出ますから、これをどうするんですかということなどはですね、そんなに難しい議論じゃないので、まあ、現場を見てくだされば分かるし、国交省もまた盛り土の議論については入っていませんけども、47項目の中のまだ後ろの方のことなので、まあ、しかしながら最近ですね、つば九郎沢の盛り土の方法について、JR 東海の方法をそのまま認めるかのような発言をした自粛者会議の方もいらっしゃいまして、あるいは JR 東海の説明をそのまま鵜呑みにしている方もいらっしゃいまして、まあ、こうした方がこういう山体崩壊の最も危険なところであるという、そういうデータをお持ちなのかどうかなというふうなこともございまして、まあ、ですからいろいろと南アルプスも山梨県四市町があるわけですね。まあ、ですから南アルプスを水源にしている富士川もあるし、南アルプスを水源にしている地下水、また大井川という漂流水もあります。まあ、こうしたものは行政の区とで、をまたいで、ある問題でもあるわけですね。その辺のところはご理解賜ってですね、我々もいたずらに、この事業に対して足を引っ張っているわけではありませんで、科学的技術的にきっちりと解決する、リスクを回避するという、そういう目的でやっているものですから、ご理解をいただいて、まあ、一緒に共闘できればそれに越したことないと思っております。つまり静岡県は、直接 JR にこの今後も要請を続けるということをおっしゃっている。私どもはいわゆるリニア中央新幹線建設促進規制同盟会というのに去年の7月に入会を認められておりまして、まあ、そこで広報、調査研究広報啓発というのがその規制同盟会の、活動の第一項目に入っているわけですね。あとは陳情ということであります。まあ、ですからこの調査研究がまさに必要なのが南アルプスのトンネル工事なわけです。なぜかというと、これが突然決まったからですね。2010年に突然決まったからです。それまではいわゆる木曽谷のルートと稲谷のルートがずっと1970年代から議論されてたわけです。突然山梨県にルート変更された、南アルプスにルート変更されたわけです。それをされた方が、まあ、一部の調査によればですね、亡くなられた笠井俊樹さんだったというふうに聞いております。でそれを認められたわけですね。まあ、したがって調査が十分されてないで、まあ、したがって規制同盟会にもその時まで入ってないし、去年まで入ってないと。なぜかというと通ると誰も思ってなかったからですね。まあ、ですからこうしたことを踏まえますと、今こういう環境影響評価についてですね、有識者会議や専門部会を開いてやってるのは、まあ、そうした唐突なその、ルートを変更してうちに決めたということのツケをですね、今 JR 東海は払ってらっしゃるというふうにも思います。我々は数十年かけて彼らがやったことを今短期間で
国を巻き込んでやってるわけですね。まあ、ぜひその点は規制同盟会の方々にも理解を賜ってですね、で規制同盟会は情報を共有すると、広報啓発っていうのはお互いにし合うということでありますので、自分の県のこと以外のことについては言うなとかですね、いうそういう態度は本来の規制同盟会の趣旨に反すると思います。ちょっと質問と回答がちょっとずれてるかなと思うんですけど、山梨県の説得するっていう方法もあるかと思うんですけど、そういう方法を取らずに今後も JR について対して、高速長尺制限公平の中止を訴えていくということでしょうか。いや、山梨県の長崎県、長崎知事さんとはですね、去年の秋だったと思いますけれども、山梨県 の、 温泉で一泊 してですね、夕刻から午前中にかけて、こうした件についてお話をしたわけですね。私も資料を持ってご説明をいたしました。まあ、しかし夕食はやっぱりこの、他の人もいるし、アルコールもちょっと入りますんでですね、まあ、なかなかに、おっしゃるような説得といいますかね、あともう事実を認識していただいて、それに基づいて、この水の問題でございます、また自然環境の保全という非常に重要な問題でありますのでですね、経済活動の前提にある重要案件だと私は認識しておりまして、こういうレベルでその、果たしてこのままでいいのかどうかという我々が持っている懸念をですね、共有していただければありがたいと、つまり早くちゃんと JR 東海と交渉してやれと、いうそういう態度だとですね、いつまでたっても何か知らないままに我々が時間を空費しているかのごとく見られるように思えて、そこは残念に思っています。いや、説得、わざわざ説得するほどのですね、彼も忙しいしですね、まあ、分かっていただけるぐらい、その明晰な方ですからね、分かっていただけるものと確信はしてますけど、その明晰な方はその科学的な根拠に基づいて話をしていただきたいということを言っているというのは、つまり伝わってないのかなと思うんです。そうですね、科学的な議論をやっているということが伝わってないのは誠に残念なことです。はい、すみません、テレビ静岡の杉村です。今の純一さんの質問に対して回答が得られてないと思うので、もう一度お聞きしたいんですけれども、静岡県が JR 東海に文書、山梨県内の調査において、県境から300メートルまでは、以内は掘り進めないように要請したことについて、山梨県は不快感を示しているんですけれども、こうしたまた今の質問と重なっちゃうんですけれども、県が直接 JR に山梨県内の調査において要請するってことは今後もあり得るんでしょうか。簡潔にお答えください。水が引っ張られる可能性を我々は懸念をしておりまして、したがって、なぜ水が引っ張られるかということについて今専門部会で議論をしてますので、その結果をですね、山梨県と共有したいと思っております。今現状、その今回要請した山梨県内の、調査の300メートル以内は中止してほしいということについて、山梨県は違和感を覚えているということなんですけれども、これについてはこの今回の要請について撤回するお考えはないでしょうか。ありません。まず水が出た場合どうするかという戻し方について、回答するというふうに JR 東海言ってるわけですね。その回答が出てきてませんので、出てきたらですね、それをどういう方法かは別にして、JR 東海との交渉の中身を、協議の中身を山梨県側に丁寧にご説明したいと思っております。その考え方について、山梨県は要は自分の山梨県のことなのに他の県が頭ごなしになりがちかで言うのは遠慮願いたいという発言なんですけれども、それについては改めてどう思いますか。経済活動の前提にあるその水の問題で、まさにこの
経済活動として例えば漁業の問題があって、静岡県の桜えびの漁業者はですね、その操業を停止したわけですね。それはあの資源を確保するためです。でその資源を確保するためのその、方法はその濁流のですね、水の濁りの原因を探るということでありました。でそれをですね、山梨県と静岡県一緒にやったわけですね。ですからその、漁業はもちろん山梨県はやりませんけど、静岡県の、あの漁業者の経済活動として自主的な判断でどうするかということをされているわけですが、まあ、しかしその前提にですね、その、あの自然環境のこの保全というものがないとあのできないと。でそれは今まさにその、リニア中央新幹線はその民間企業がやってるわけですから、国策とはいえこれ公共事業ではありません。でしかも経営の自由、投資の実勢は自分たちで決めるんだという単価を切っているわけですね。しかし一方で国の方が、国交省も環境省もですね、南アルプスについては先ほど申しましたような水の保全とか自然環境とかユネスコのエコパークとの関係もあると、国立公園の問題もある、特別保護区の問題もあると、したがって特段に慎重にしなさいと、まあ、言ってるわけでございますから、その経済活動とそうしたものとか結びついているのでですね、経済活動一辺倒のその一般論としては分かりますけれども、その前提である自然環境を痛めて何の経済活動かという面は桜えびの件と合わせてですね、考えていただくと分かりやすいんじゃないかと思います。すみません、あと先ほどあの、まあ、JR は約束を結構破ってきたとおっしゃっておりますけれども、まあ、本県、まあ、知事の方もですね、長崎知事に、まあ、数年前にですね、また同じような事前の連絡なしにですね、山梨県のことを JR とやり取りしたことがあって、また今回も同じようなことが起きているわけです。言ってみれば知事の方がまた今回約束を破ったわけですね。これによってまた信頼関係が崩れる可能性っていうのは今あると思うんですけども、その辺はどうお考えでしょうか。いや大丈夫だと思いますよ。それはそれ なぜそう思いますか。話せば分かるということです。1月31日に送ったのと同じ内容を新社長になって、でまた専門部会も開かれたので、また答えをいただいていないので送ったということだったんですね。うちはその説明でお分かりいただけると、つまり新しいことをですね、JR 東海に要請したのではなくて、半年前、半年近く前の、5ヶ月ぐらい前ですか、の中身と同じ内容のものをJR 東海に送ったということで、何か新しいことをしたかとごとくにそれは受け取れますよね。前日の夕刻に事務局からですね、送られてきた、じゃあ調整できないじゃないかと、それはもうそれとして分かりますけど、中身をこのしっかり、検討して見ていただければですね、まあ、それは1月に送ったものと同じ内容であると、まあ、したがって十分にその間に調整をして我々を送っているわけですから、JR 東海に、まあ、お分かりいただけると思いますね。はい、新聞の大橋です。盛り土の関係でいくつか、お聞きしたいと思います。先日ですね、4月下旬に県が不適切な県内の不適切な盛り土163箇所の位置情報を公表されました。このこと自体は、非常に画期的なことで前向きに受け止められるかなと考えているんですが、その163箇所の中にですね、熱海の土石流の辺のすぐ北側にある、まあ、第三の盛り土と呼ばれている、まあ、擁壁が崩壊しているような盛り土、これが含まれてなかった、公表されてなかったということが明らかになりました。公表されなかった理由について知事はどのように認識されているのか教えてください。はい、この、まあ、D 地区と言われているやつですね。でそこを今県と熱海市で協力してですね、それが不適切な盛り土であるかどうかということを調べているわけです。ですからまだ不適切な盛り土かどうかであることも分かっていないということです。ただご指摘の背景にあるのは、その盛り土危険じゃないかという、まあ、そういう住民の方々の
不安があるということだと思いますが、これについては毎週ですね、県と市でそこの現場に行って、その擁壁が崩れる可能性があるのかどうかなどですね、このところその可能性はないと。とりあえず、まずは前提である不適切な盛り土であるかどうかということのこの、測定をいたしまして、それからということになります。まだこの、土石流からもう2年近く経つんですけれども、まだしっかり詳細な調査ができていなかったという、そういうことなんでしょうか。7月、そういうことですね。今、調査をして不適切な盛り土かどうかというのは、相当遠くない将来に分かるだろうというふうに私は聞いております。もう一度ですね、これ県が公表している、公文書をもう一度確認してみたんですけれども、この公文書を読みますと、2010年前後にですね、何度も県と市が話し合いをしてですね、その時に、関係法令、森林法ですとか、都市計画法で命令を出そうと、行政処分を出そうということが検討されているんですけれども、それなぜ、そういった盛り土が不適切と言えないのか、公表されなかったのか、ちょっとよくわからないんですけれども。そうですね、私もそれが不適切な盛り土であるかどうかすら分かってないというのが現状だということで、ありますのでね、まずそれを今、まず確かめるのが、最初の作業ではないかと思っています。10年以上前になるんですけれども、その時の行政対応の経緯というのをきちんと把握されてなかったということなんでしょうか。そうですね、今回聞くまで知りませんでした。知事はそこまで細かく把握されるのはなかなか難しいかと思うんですけれども、県としては森林部局になると思うんですけど、森林部局ですとか、あと盛土対策課も熱海の土石流の関係なので当然把握してたと思うんですけれども、なぜ今その方いらっしゃいますか。でお願いします。森林保全課の大川井と申します。よろしくお願いします。ただいま事業者への指導の関係ですけれども、2008年のですね、林地開発許可以降、事業者への指導、開発に関わる指導をですね、行っておりましたけれども、2011年の11月頃から、事業者と連絡が取れなくなってきてですね、2014年の4月に事業者が解散してしまいました。そういったことがありまして、この事業が今中断しておりました。で時が経過しまして、2020年の1月にですね、現土地所有者が、事業承継いたしまして、そこで協議を再開しております。ただその後ですね、2021年の、7月3日に、土石流災害が、発生してしまいまして、そこで協議が中断しました。でようやっとですね、この今年の、3月に、県と市と事業者による、協議が再開したところでございます。以上です。そうすると、この公表しなかった理由というのは、当初の事業者が、倒産というか、解散して連絡が取れなくなったということが大きい。そうですね、そこで時がだいぶ経ってしまったということもありまして、現在、先ほど知事から説明があったとおり、今、現状がですね、ここは許可地ですので、許可した計画に対してですね、現状が今、どのようになっているのかというのを、報告を事業者の方に求めているところでございます。そういった、事業者に報告を求めている盛り土というのは、適切盛り土として今回の公表の対象にならないという認識なんでしょうか。ですね、そこの判断を今、事業者に求めている報告等から、するということで、そこを今協議したり調整したりしているということです。今おっしゃったような理由がもしそうだとすると、他の場所でも県内、同じように不適切盛り土であるのに公表されてない
箇所っていうのが数多くあるような気がするんですけれども、そのあたりはいかがでしょうか。うん、それについては把握してございませんので、ちょっとここでお答えすることはできません。把握しようとはしないんですか。いや、特に、私が、所管している中では、そういったものはないと思います。県としてお答えを聞きたいんですけど、はい、ちょっと全体の話はちょっと私は把握してないので分かりません。全体の分かる方に伺いたいんですけど、うん、まあ、じゃあそこはちょっと所管がおりますね。はい、杉本君ですか。じゃあお願いします。杉本さんじゃないと思う。あの森戸岡の今日来てないので、まあ、今回 の熱海土石流 の被害が厳しかったので、ですね、不適切盛り土については全面的に調査をし、たということがございまして、まあ、ですから今回あなたがおっしゃったような、ひょっとしてですね、まだ漏れがあるかもしれないと、いうことは、まあ、とりあえずですね、今この D 地区につきまして、所有者が出てきたと、2020年に新しい所有者が前のものを継承したということでございますので、まあ、その方と協力して、やるということが、とりあえずこれをちゃんとしたいというふうに思います。他のところがあるかどうかにつきましてですね、今差し立てないと思うと言って、まあ、おりますので、まあ、しかしながらそういうご指摘を仮に県民の皆様方からいただいたらですね、危ないんじゃないかということがあれば即対応したいと思います。知事としてはそこは、まあ、漏れがあるかどうかというのをもう一回確認するつもりはありますか。そうですね、一応網羅的に調査したというふうに私は報告を受けて、まあ、おりますので、ただ当然取り残しがあるかもしれんということは私としましても心得ております。そうするとそこはもう一回確認させるということですか。そうですね、今回のようなことがですね、つまり所有者がいなくなっちゃって、危ない可能性のところがあったかどうかと、そういうようなことはですね、ちょっときちっと見た方がいいと思いますね。まあ、その公表するかしないかも、まあ、そうなんですけれども、その前おっしゃったように、その事業者が倒産したり、まあ、解散したりしてというのは、これはまさにその21年7月の時も土石流崩落した箇所ももちろんそうだったんですけれども、うん、去年の秋の台風の時も島田で、福洋というところ、崩れた、これも事業者が、まあ、倒産してたという事例、こういった対応、まあ、倒産した場合の対応というのはかなり行政としては難しくなると思うんですけど、そのあたりは今後同じようなことを繰り返さないためにどのような対応をすべきか。盛戸110番というのもございますのでですね、県民の方々ぜひ目を光らせていただいて、この盛戸どうなってるんだというふうなこの情報を頂戴すれば即対応するということで、まあ、県民の方々のご協力をいただきながら危ない盛戸をなくす方向で我々としては全力を傾けたいと思います。そこの事業者が、まあ、いなくなったり連絡取れなくなったりした時の対応っていうのが、まあ、必ずしもまだ県庁内でちゃんと対応方針が、まあ、決まってないのかなという感じがするので、そのあたりはしっかり。そうですね、はい、事業者がいなかった場合はどうするかという対応はですね、それでこの協議がストップしてしまったと、で結果的に放置されたと、でそれが不適切盛りとかどうかは今回のように測らないと分からないということでは困りますのでね、まあ、ですからまあ、その辺もっと慎重に所有者がいない場合どうするかということについて、まあ、指針を決めた方がいいと思いますね。ありがとうございます。はい、読売新聞の村瀬と申します。リニアの話に
年10月にも山梨県の長崎知事から一言の連絡もなく遺憾以外の何者でもないと苦言を呈されていて、調整不足を指摘されるのは今回が2回目ではないかと思います。前回10月の時も知事は山梨県に根回しするほどのことではないと開き直っていらっしゃって今日も1月30日、37日と同じ内容だから話せばわかるというふうに開き直りの姿勢を見せていて、反省の姿勢が全く見えないのではないかと思いますが、山梨県に対して礼節を欠いているという自覚はないのでしょうか。いや、もちろん礼節を欠いているという自覚はあります。やはり1月31日にしたのと同じ内容だからということを思ってですね、この前日に、こちら発出した前後にご連絡差し上げるというのは不適切だと、礼節を欠くというふうに思っております。山梨県の長崎知事はその山梨県の水は山梨県の水というのが常識的な考え方とおっしゃっているんですけれども、川勝知事は山梨県内に出る水も静岡県の水というお考えでしょうか。いや、それはですね、水の問題、川の問題、地下水の問題というのは行政区のですね、この範囲を超えて自然現象ですから、それを事業者はもちろん経済活動はそれぞれのところでなっておられるのであるんですけれども、水それ自体はですね、県境を越えて動いておりますので、そういうご理解を持っていただけるものだと思っております。今の回答では理解できなかったんですが、山梨県内で出る水は静岡県の水なんでしょうか。それ分かりませんよ。だからそれを今分かる方法があるというふうにこの間の専門部会で真理先生が言われてますので、これをですね、JR 東海の方も、それじゃあそれを検証するという方向で回答されたと聞いておりますので、ですから今私がそれを答えるべき筋のものではないと、きちっと検証していただければと思います。で、川勝知事はその静岡県の水が山梨県側に引っ張られるというふうな主張をされていると思うんですけれども、その根拠がやや分かりにくいことがこういう問題の原因になっているのではないかなというふうなに思うんですけれども、その県の情報発信のやり方についてこう何か見直すお考えはありますか。この話はですね、専門部会で公開でやってるわけですね。ですからぜひ今大きな関心が持たれているので、有識者会議もまもなく開かれると、で専門部会でもですね、どんどんとこの先進ボリュームをやっていくということなので、早急に会議を開きたいと言っておりますから、そこでですね、ぜひ出席していただいて、本当に分かりにくい議論になっているのか、これを確かめていただきたいと。で、分かりにくければですね、その後、それぞれ担当者が記者会見いたしますので、そこでご質問をいただければと存じますが。分かりました、ありがとうございます。すみません、中日新聞塚田です。高速長尺線ボーリングそのものについてちょっとお伺いしたいんですけど、JR 東海は湧水量が10メートルあたり毎秒 0.05 トンを超えたら掘削を中断して、1週間程度の間に湧水量の減少を確認できない場合は中止して湧水を止めるというような対策も示されています。で、私あるいはこう常識的に考えてこれで十分じゃないかなとは思うんですけど、それ以上に県が求めているところに、この今回の科学的議論、科学的な根拠に基づいた話をしていただきたいだとか、そういった長崎知事の言葉も出てくるのかなと思うんですが、この、行政の比例原則というのにこの過剰な対策を求めているというふうに、考えられるんですけど、知事はそうは考えませんか。
そうですね、このそこに破砕帯があるということが、もう外然性が非常に高いわけですね。でしたがって、そういうところだからこそこういう精神ボーリングをやるわけです。で、その、まあ、量もですね、まあ、計算によると、膨大な量になるわけですね。これは数字も出されていると思いますが、したがってそうしたものが出てきた場合にどう対処するのですかということをお聞きするのは、特段この過剰な反応ではないと思っております。すなわち県境付近はですね、山梨県も含めて静岡県内1キロぐらいまで、これは静岡県からずっとこう斜めに掘っていかれてですね、深さが300メートルぐらいになったところから、もうどん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 そのボーリングの先からですね、水がもう湧き出てくるということで、その県境の静岡県側数百メートルのところまで行って、さらにその水は静岡県を越えて山梨県まで、そういう破砕帯、つまり水が滞留しているところが続いている可能性があるということを JR 東海の資料が語っているわけですね。でそしてまたそのこの破砕帯がこの両県にまたがっているということでもありますので、まあ、ですからこそその普通の掘削ではなくてですね、高速長尺先進ボーリングというのをやるわけですが、高速長尺先進ボーリングのその目的はもちろん調査もありますが、調査だけではなくて水抜き工事であるということも、もうこれ常識であるわけです。したがってこの水が出た場合にどうするんですかということはですね、そこが今のところはまだ出ていないと、出た場合にどうするんですかということについて出てから考えるとでは困るということで、この、私確かこの毎秒これぐらいのあれで出ると、例えば工事10ヶ月間、の間それは全部出しっぱなしにするということですけど、その量がですね巨大なものになるという数字を、もうこれは計算上の問題ですが、見せてもらったことがあります。したがってこういうその数字にお目にしますと、そうしたときどうするんですかということを聞くのはですね、これは決して過剰な反応ではないと思っております。しつこくて申し訳ないですけど、水が出たときは止めると言ってるんですけど、止めて中断すると JR は言ってるんですけど、その水が出たらどうするんですかという対策はすでに示されているのではないですか。止められるかどうかですね、突発油水を。その突発油水が止められるかどうかの議論には今なってない。そうです。まだそこに行ってどうしてどういうふうにする予定ですかということを聞いているわけですね。出たら止めるって言ってるだけですから。その量についてですね、これは外の関わりでしょう。まあ、ですから数字を上げてですね、まあ、本当にわずかで今のような状況であればですね、十分に対処できますけれども、破砕帯にもうすぐそばにあるわけですから、この件については慎重であってもいいと思いますが、これ価値観の違いかもしれないですけど、その高速先進ボーリング確か12センチの径だったと思うんですけど、12センチ破砕帯に当たったことで大量の水が出てくるとはなかなか考えにくいかもしれない。これはですね、どなたか計算、渡辺君どうぞ。暮らし環境参事の渡辺です。今のご質問に対してお答えしたいと思います。まず最初に JR 東海さんが水が管理庁を越えたら止めると、止めるといったのは柵を止めるということであって、水を止めるとは言ってないと理解しています。あくまでも静岡県内に入った場合のボーリングについては、水を止めることを考えますと。ところが山梨県内については、後から続く先進港の、安全上、水は流しっぱなしにするという説明であると理解しています。それからあともう一つ、12センチのものが出る、量ですけども、これ、前々回の専門部会で議論になったかと思うんですが、計算上初期に発生する湧水量としては先進港の約 0.6 倍の量が出るということで、私どもの方でその説明をしたところ、 JR 東海さんはそれは初期湧水の問題だということで説明されたんですけども、初期湧水に、
初期の用水として、先進港の約 0.5 倍の水が出るということについては否定はされてないと、私そのように回答したご説明を受けた記憶があります。それから、当時の質問においてもですね、確か JR 東海の、方の説明だったと思うんですけども、例えば、何かな、断層帯が、上でつながっているような場合で水が供給されている場合には継続して水が出るというご説明があったかと理解しております。以上であります。先進港というのはもうご案内の通りですね、車がこう両方で交差できるぐらいの大きなもので、幅が9メートルから上は高さもその前後ありますから、それの 0.6 倍というのでですね、ぜひそういうスケールをですね、やっぱり想定した方がいいと言ってられるわけですから、そういうふうに、だからこれは懸念を抱くのは当然だと思います。はい。NHK の中田です。よろしくお願いします。すみません、何度も出てる質問でなんですけど、ちょっと理解ができないので再度お尋ねしたいんですが、今後のその文書の出し方ですとか、県としてのその意見の表明の仕方に県外の話が入ってくるものについて、特にその高速長尺先進ボーリングの協議というのは今後も専門部会で進んでいくと思うんですけれども、例えばその山梨県をその専門部会で呼ぶですとか、協議自体をその一緒にやっていった方が今後こういうトラブルも起きないのかなとも思うんですが、検証、その専門部会に限らず検証や協議の段階で山梨県と一緒にこう進めていくというお考えはないんでしょうか。素晴らしい考えですね。ぜひもうオブザーバーとしてでもですね、専門部会でやっている中身を、担当の方がいらっしゃるかどうか知りませんけども、来てくださればですね、大変ありがたく存じます。呼びたいというお考えは知事としてあるということですか。今までそれ考えていませんでしたが、確かにそれ一番直接話法で伝えられますからね。ですから、こちらがまとめて、そしていろいろと文案を練って、それをまた山梨県とこの相談をするということよりも、その文章の中身は専門部会有識者会議で議論をしていることを踏まえて言ってますので、そこにもし山梨県なり、あるいはですね、規制同盟会の方々で、あれ南アルプスを愛する方がそのリニア絡みの方でいらっしゃるなら、これは国交省環境省の方針であり、今や内閣の閣議決定でもあり、政権与党のですね、公約でもあり、規制同盟会の決議事項の第一項でもありますので、全くこれはオープンにするべきだと思います。特にこの今先進高速長尺ボーリングは山梨県下で行われているので、山梨県下の方がですね、お越しいただくのはもう大歓迎ですね。その件について議論するときに同席していただくというのは大歓迎です。わかりました。あとその文書の今後の出し方についてなんですけれども、山梨県側がその専門部会に出るかどうかはまた別の議論としまして、今後その静岡県が文書を出すにあたって、知事が去年の秋の関東知事会だったかと思いますが、その後にその事務レベルで情報を共有するっていうところで合意したという話もあったと思うんですけれども、その今後も文書を出すときにその、山梨県側に相談する際にあくまでその静岡県側が文書を作って相談するっていう流れを今後もやられるのは、その考えは変わらないんでしょうか。それはもう最新の情報、専門部会は JR 東海と、静岡県、が委嘱した専門家の方たちにやっていただいておりますのでね、その情報に基づいて抗議文なり、あるいは要請文なりを作っておりますので、それを部外者が書くのはなかなか難しいと思います。しかしながら、なぜそういう文書を書いているかということは、会議に同席していただければ、理解が進むというふうに思いますので、今、全ての関係者はと言いましたけれども、何しろ山梨県で工事をしていることについて、
山は行政を超えて存在しておりますものですから、水も同じです。ですから、ご関心を持っていただいてですね、長崎知事さんに正確な情報が、科学的な情報がですね、伝わるように、ちょっと働きかけをしてみましょう。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、他にないようですので、そしたら終わりにしたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。